ャンネル。じゃあこんにちは。さあ、プロ野球も始まって、まあまあ結構試合進んできましたね。まあ約1ヶ月ね、はい、経ちましたね。まあいろいろありながらね、まあ無観客が入って、はい、お客さん5000人入れて進んできましたけど、うん、はい、今日、はい、なんか変化気づかないですか？変化？はい、変化？はい、いきなりなんですか？ええ、どういうこと？皆さん気づいてるかな、変化。佐藤さん見てればわかります？うん、めっちゃわかるっす、僕見てれば。なんかエステとか行きました？行くわけない行くわけないでしょ。え、もう今ね、開始1分で気づいた人いたら、その人はね、はい、もうサザリチャンネルのマスター。だってポロシャツ着てるし、え、Z ですよね。うん、わかんないですか、髪の毛。え、じゃあ正解発表しますか。はい、正解発表は、はい、こちらです。カメラが変わって画質がいい。そういうこと。佐藤さんしか見てなかった。そういうこと。はい、これからこの放送から。はい。なんかこの放送からって言っても、あのストックもあるんで、はい、出たり出なかったりしますから、あれですけど、はい、この放送から、はい、てかこの収録からカメラが変わって画質がいい。え、画質良くなるの？はい。いやだ、ちょっと肌とかもうちょっとちゃんと整えてこよう。大丈夫っしょ。そこっすか。はい、はい、画質良くなったら、そういうところ。袖ついた、袖。あ、ちょっと今日ついてます。はい、ちょっとあれですね、ですちょっとプリンセス、プリンセス風ですか。はい、そんなことないですよ。こうなんかこういうのプリンセス着るでしょ、こうなんか。あ、でもこういうお姫様のネドレスとかこういう感じですよね。これ一応なんかオフショルって肩出しもできるんですけど、ちょっとなんかね、まだ出さないでいいかな。そうですね、強すからね。はい、梅雨明けたらちょっと出していこうかな。ああ、そうですね、はい、今日は気分で、はい、気分で、はい、いつものスリーブじゃないぞと。はい、さあ、ということで、はい、パ・リーグ行きましょうか、まず、はい、パ・リーグの1ヶ月経った、はい、だからこう開幕して1ヶ月経った各チーム総チェック、はい、おお、グッドバット。はい、花川さん登場です。グッドバットもやっていくと。グッドバットもやっていくと。やっぱ1ヶ月、はい、12球団総チェックですよ。はい、だからもう各球団総評していくと。ああ、で、グッドチーム、バッドチームですよね。おお、結構はっきりとやりますね。さすがに全球団一気にできないんで、はい、今日はパ・リーグ編です。お、わかりました。だからまあ今日は7月20日、7月20日現在、はい、だから19日にね、6月19日に開幕して、で7月20日現在、だから6月19日までの試合だから約1ヶ月、はい、だからパ・リーグでいうと、ソフトバンク、ニッパーもオリックスが27試合、はい、で楽天、ロッテが26試合の西武が25試合、ここまでをチェックです。はい、わ、はい、かりました。でその中で今順位こちら出てます。楽天、ソフトバンク、ロッテ、西武、日本ハム、オリックスっていうところで、はい、まあまあ、全体的に最下位までは 6.5 ゲーム差なんで、まあ、若干ちょっと5ゲーム差以内では行きたいなっていうところがね、ありますけど、まあ、まず客観的に見てやっぱり楽天がそうなったと強さありますね。そうですね、やっぱ打線もいいし、うん、中継ぎ陣とかも素晴らしいじゃないですか。あとやっぱ鈴木大地のね、うん、活躍がやっぱすごいですね。このなんかジョイント役になってますよね、はい、だって守備もいいし、うん、いろんなとこできるし、打率もめちゃくちゃいいじゃないですか、うん、だからこの活躍とともにもうなんかチームの一員にね、はい、なんかこうムードメーカー、リーダーシップも発揮しながら、はい、だからちょっと浅村と違うタイプじゃないですか。うん、そうですね。まあ僕は中2年で分かんないですけど、パッと見た感じ大地は明るいキャラのなんかチームリーダー、はい、浅村はなんかもう孤高の侍みたいな、うん、なんかプレーで引っ張っていくよ、チームリーダー的な、うん、大地はなんか声で引っ張っていくよみたいなね、はい、これなんか相対して逆にいい、ね、役割分担できてんじゃないのかなっていうところで、まあプレーでもねしっかりできて、ね、あとは涌井がグッペッチング、中村さんやりたいでしょ、グッペッチングやったらいいんですか。いいです、涌井正しいグッペッチング。ねえ、ここまで。そうですね、まあ、ソフトバンクのねペーペードームで投げた時はちょっと失点もかさんでね、はい、でもそこを変えなかった、うん、ミキ采配がグッズ、本当なんか長く投げてくれて、なんか粘ってる間に打線が取り返してくれるじゃないですか。涌井はね、ローテーションをしっかり守ってくれて、うん、長いイニング投げれるっていうスタミナ面は本当に心配するところはないんですよね、はい、あとはまあロッテの時もそうですけど、打撃の援護があるかないかで勝ち負けがついちゃうっていうところがね、うん、あったんで、今は本当にねいい形、新天地に行ってね、涌井、はい、でまあ鈴木大地、はい、でまあ酒井選手たちの頑張りっていうのはね、うん、
まあ、チームの今1位にね、めっちゃ貢献してるなっていうね、はい、そうですね。いやなんか FA で来た方、トレードで来た方が華々しく活躍してますね。そうですね。あと新人のね、小方がこの浅村を DH にして休ませる時とかのね、この休ませるっていうところのね、はい、いい塩梅で出て足を絡めてね、うん、まあ、あの先日もタイムリーとか初安打打ちましたし、はい、チームの役割分担としてはね、一つのピースとして小方もね、あと小方、辰巳選手いい味出してですね、はい、昨年なかったね、足っていう部分でね、うん、いい味出してますし、走攻守バランス取れてるんですか、はい、いいですね。だって今ね、楽天はチーム打率1位、はい、チーム防御率1位、はい、チーム得点1位おで、チーム本塁打が2位、うん、で、盗塁が3位なんですよ。おで、なんと今年頑張ってるんですよ。そうです。あとやっぱりね、エラーがね、はい、10個と1位っす、はい、あ、そうなんだ。そのパ・リーグで、はい、ミスが少ない。ミスが少ない、うん、だからやっぱ取れる時に取って、はい、でミス少なくできてるっていうところが、それは1位にいるよ。まあそうですねそうですね、普通に、はい、だからまあその出してるチームの結果がそのまま順位に直結してる、うん、まあ、一番いいパターンですね。そうですね。いや本当素晴らしい。いや私あのこれまあ一応楽天ファンとして一番の注目ポイントなんですけど、やっぱ鈴木大地選手が入ってくれた一番いいなと思ったところは、うん、なんか気遣いがすごいんですよ、うん、ピッチャーがちょっとあれって思った時に必ず声にかけに行ったりするじゃないですか、うん、私本当にそういうところを見て、まあ、鈴木大地選手来てくれて本当にありがとうってなりました。まあ、声のチームリーダーですからね。言ってましたね。で、あれ、そういうところです、ね、同郷だから。あ、まあ、そうですね同郷はうまいっすよね。いや、まあ、人のこと言えないですけどうん、地元だから一番最初に選んだって言ってたじゃないですか。だって結果も出してるしね。あ、まあまあそうですね、うん、いや、鈴木大地選手結果出してます。まあまあそうですね、はい、ね、まあ、ちょっと高校で大丈夫ですか。高校遠い行ってますけど。そうなんですよ。大丈夫ですか。兄弟ないですけどね。大丈夫ですか。大丈夫。ちょっとね、高校も静岡で行ってほしかったんですけどねまあでもね、やっぱり試合で、次2位ソフトバンクね、はい、ちょっとあの開幕当初はちょっとスタートダッシュ失敗して、はい、まあでも怪我人も多かった、千賀もいなかった、中村晃もいなかったっていう、はい、でまあデスパイにフラシャルは怖いっていうね、うん、まあその戦力が伴わないっていうところで、でここに来てね、千賀の復帰、中村晃が復帰してきて、一気にねチームがグッと上がっていく中で、はい、その選手たちがいなかった時に躍動してる三森とか、うん、あとは栗原とかすごい活躍ですねっていう、あのそので二本、はい、石川っていう、そのいなかった時に躍動してきた選手が頑張りがまた層を厚くしてね、うん、チーム状況を良くしてますけど、はい、まあ、あのチーム打率が3位、うん、2割4分7厘、はい、だからまあここからはねまたもうちょっと上がっていくかなと、うん、チーム防御率が2位の 3.83、はい、だからもう中継ぎのねモイネロとか、うん、まあ、中継ぎ陣の踏ん張りっていうのもありますし、あと石川ね2本、はい、まあの頑張り、あと和田がね今年はいい形でねここまでできてるかなっていうところもあったんで、で、あのチーム得点が2位、はい、126点、チームホームラン1位、33本、1位なんだ。やっぱ柳田が、はい、柳田がやばい、やばいっす。いやだって楽天と1ゲーム差じゃないですか。もうそうそう、気づいたら1ゲーム差。結構今年なんかソフトバンク勢いないなと思ったら、ここに来て、ここに来て一気に結構もう怖い、すごい。で盗塁数がね15個と、はい、ちょっと少ないんですよね。そうです、ね、だからその足はね、うん、絡めてきてないのかなっていうところもありますけど、はい、エラーが13個と、うんうん、いうところで、ホークスは選手が戻りつつあるんで、はい、一気にグーって、そうですね、グーって来てる上昇気流が。いつも怪我人が多いけど、戻ってきた時のさ、その破壊力っていうのが怖いですからね。あとね、はい、ソフトバンクをパチンって変わった瞬間があるんですよ。はい、そいつか分かります。分かんない。なんか先週ぐらいだった気がしますけど、勢いが浮かんパンって変わったのがね、はい、お客さん入れて良くなってからです。あ、だってお客さん入れてからマッチが、マッチが無観客の時、はい、全く打てへんかったのに、はい、いきなり観客入れ出したら、はい、圧倒れます。圧倒れます。圧倒れます。いやでもそれだけやっぱ観客の声っていうのはね、分かりやすいです。だからマッチ分かりやすいですね、はい、やっぱお客さんでのファンの人の声援を力に変えていくタイプなんですよ、はい、だからアドレナリン出るんでしょうね如実に違い、はい、えげつない。いやでも応援しがいがあるじゃないですか。うん、だからそこでね、そのマッチがね活躍してることによっても上がってきてる、はい、ちょっと心配ね、バレンティ、はい、ちょっと波激しい。 あとまあ昨年打ってるって言ってもセ・リーグのピッチャーからだから、パ・リーグのピッチャーは交流戦以外で本格的になるのは初めてです、うん、でその中でまだいい形でね、ちょっと山あり谷ありなんで、はい、バレンティがねクッと吹き出すとさらに怖いですけどね、はい、まあ、どうなるのかっていうところでね、ちょっとこの次の1ヶ月、はい、この8月、うん、
ちょっと怖いですね。かなりソフトバンクがちょっと勢いありますね。これね、毎月やっていきますから。あ、いいですね。でしかもこのね、チーム防御率とか全部のこのグラフにしていくから、うん、どこがね、こうダメで上がってるのか落ちてるのかがね、こう毎月やりますから面白い、うん、はい。次、3位ロッテ。はい、ロッテはですね、やっぱあの開幕戦負けてからそこから8連勝っていう、いや勢い最初すごかったですね。やっぱりね、オリックスの6打で、うん、あれはえげつなかったですね、うん、でそこでねの、まあ、貯金もあって、はい、ちょっと最近ねちょっとバンバンバンみたいな感じですけど、はい、まあ、あのチーム防御率がでもなんて言っても 4.57 と、はい、パ・リーグ5位、打たれすぎピッチャー陣か。でチーム打率が2割3分9厘、はい、そんなに高くない。でチーム得点が107点の4位、うん、で本塁打が22本と最下位、はい、でも盗塁が1位。ああそうなんだ。要は、はい、もうなんで3位かは、はい、この数字見たら明白です、うん、荻野の活躍あと盗塁数、今荻野選手が1番なのかな。そうだから荻野は、まあ、今年は本当にね盗塁をね首位打者とタイトル狙いそうですし、はい、あとはね途中から出る和田とか、はい、あとは岡、うん、この途中から出るこの足のスペシャリストの盗塁もやっぱ加算されていくんで、はい、まあ、なんとかね足でっていうところがね、はい、だからこのホームランがね22本と少ないんで、うん、やっぱ長距離で点取っていけないんで、はい、だからそこはもう足を重ねて、うん、もうこの相手のミスにつけ込んで得点していこうっていう形でね、はい、頑張ってますけど、だからそこがねやっぱこれを1年間続けていくのは難しいんで、うん、そういったところでね、やっぱレアードの爆発力っていうところは ね、 そうですね、最初ね出だしレアードバーン打ったけど、はい、あのすごいツイッターでお寿司が送られてきてたんですよ。あのロッテのツイッターアカウントは、はい、レアードがホームラン打つとお寿司が送られてくるんですよ。送られてくるって何ですか？だからそのヘイお待ちっていうホームランって握るじゃないですか、はいはい、だからそのホームランの数だけオケにお寿司が増えていくんですよ、はい、へー面白い、フォローしよう、はい、でそれであのだから試合見てなかったりとか、はい、なんか違う仕事しててもあのお寿司が送られてきたから、あ、レアードホームラン打ったってくるんですよあれはね、あれでもいいよ、あれは面白い、はい、いいだからね、あれはね、はい、僕はね、もう一つの注文としてはソロ、はい、ツーラン、スリーラン、満塁、はい、逆転ホームラン、はい、で、ネタ分けた方がいいです。あー、分かりやすいですね。いいでしょ、はい、だからもし逆転だったら、うん、大トロとか、はい、で、満塁ホームランだったら、うん、もうなんかもう大トロの上にウニ乗ってるとか、はい、あー、いいですね。ソロだと赤身とかね、はい、イカとかハマチとかタイとかで、はい、そう分けていくと面白くないですか？面白い。これで、あれ逆転ホームランちゃうみたいなね、はい、分かるじゃないですか、今日満塁だみたいな。そこはね、やったらね、ロッテの皆さん面白いね。見てますよ、きっとだからまあそこですね、やっぱレアードの復調は期待した。でもね、はい、エラーが10個でね、少ないです、一番楽天と一緒で11位なんですね。守備率でいうと、はい、9割9分で1位なんですよ、ほ、うんとだ。要は無駄なミスで相手に失点をさせてないっていうところと、うん、相手のミスにつけ込んでそれを着実に得点に結びつけていくっていうところが今いい形で整って、まあ、ソフトバンク上がってきたんでね、うん、3位落ちましたけど、はい、この数日までは2位とかだったんでね、うん、だそういったところが今のねロッテを支えてるから、まあ、ミスを少なく相手のミスをつく、はいはい、っていう野球をね、やってください。はい、はい、次、4位、西武、はい、西武は、なんとチーム防御率が、定位置の 4.85 で最下位。おー、ちょっと打ち込まれてる感が。でももう毎年なんで、まあ、そうですね、打線でいつもね、そうそう勝ってますしね。でチーム打率が2位の2割5分1厘、はい、でも得点が119と、チーム打率が2位なのにもかかわらず得点がちょっと少ないですね、119っていうことで、はい、まあ、あの楽天と36点差あるんで、うんうんうん、でチーム盗塁が14と最下位なんですよ、はい、やっぱこう金子の怪我、あ、金子秋山がいなくなったことによっての足が使えてないっていうところで、だからそこが得点力が伸び悩んでるのかもしれない、まあ、去年からガクッとこう落ちたところではありますもんね。そう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 、で木村もね、うん、足あるんですけどこのちょっと塁に出れなかったりとか、はい、出場機会なかったりして、うん、っていうところの、この盗塁14もねちょっと西武らしくないですね。そうですね、うん、最近で言うとね、私やっぱ去年とかに比べてちょっと打線のなんかつながり爆発力みたいなものっていうのはね、うん、ないですよ。ホームランが23本で5位なんですよ、はい、パ・リーグ。あ、なんか5位っていうのが信じられないですね。山川がね、はい、ちょっと最近、うんうん、先週の楽天戦で3試合連続ポンポンと上がってきたんで、ここからね量産する可能性あるんですけど、はい、この出だしの1ヶ月って考えると、うん、ちょっとホームラン数が
少ないっていう、だからこの持ち前のね、うん、この三足打線が、はい、まあ、打率はいいんですけど、まあ、その盗塁、ホームランっていうところのね、飛び道具がないことによって、ちょっと持ち前の得点力が、ね、うん、生かされてない、その中でチーム防御率が最下位だから、うん、そこうなっちゃうんですよね。山川選手打ったら、またあれですね、公式のあれがドスコイとか送ってほしいですね。そうですね、だから、写真みたいに面白くないですか、お相撲さんのこういう画像を。確かに、ね、元気やね、ドスコイ、はい、はい、やってほしいな。で西武はね、はい、エラー数が13と、うん、まあ、チーム3位、あ、パリ、セ・リーグ、パ・リーグ3位、はい、まあ、だからそんなですね、まあ普通ですね、うんうん、そのエラー数で言えば。でも今ね、新たな新戦力が、私言ったじゃないですか、今年は鈴木翔平選手が増えて、いいですね、いいでしょう、今もうレギュラー、はい、ね、もうレギュラーほぼ一番確定ですよね、うまくいった新人王もね、今だそう取れるんですよ、ありえますよね、はい、だから平と同じチームで競い合うみたいなね、そうですね、でもチーム防御率最下位ですけど中継ぎチームは非常にいいんでね、うんうん、そこは期待、だから先発でもうちょっと頑張ってほしいですね、平投手球速いですね、うん、ここまでね、はい、まあ、先週の楽天戦で失点をね、うん、初めてしてしまいましたけど、はい、まあ、本当好投は続けてるんで、はい、だから平井、ギャレット、うん、平、そして増田、うん、もうほんでまあ宮川新人のね、はい、こうやってもう中継ぎじゃん、もうとにかく先発頑張れ、高橋光成、今井頑張れ、はい、先発次第だぞ、ね、っていうところを言っておきたいです。あんまでグッド出てないですけど、なんかやんなくていいですか、うん、ノーグッド中継ぎ陣グッド、はい、続いて、はい、5位、日本ハムが、ここまでチーム防御率が 4.22 の4位、うん、でチーム打率が2割2分5厘の6位で、得点数105で5位の、本塁打25本で3位、うん、で盗塁が19で4位です。おー、でね、日本ハムはね、やっぱりね、エラーが20個してんだよね。結構多いですね。まあ、防御率はエラーしたらね、はい、あの自責点に反映されないんで、下がらないですけど、うん、正直、もっとね、失点考えたら悪くなる可能性もあるんで、ちょっと、打ってもないし、ミスするっていう、ちょっと最悪な状況ですね。はい、エラーをバッと、だからここですね、うん、であとはやっぱ盗塁も、まあ、西川頼みっていうところはありますけど、はい、まあ、やっぱちょっとチーム的には少ないですよね、うんうんうん、だからここですね、あとチームでやっぱ大高で不調、あリアレーバーも、うん、まあ、いいところは打ってるんですけどもうちょっと打ってほしい、うん、ワンボールも全く打たへん、はい、でまあ野村のね若い野村がパンパンって言ったんですけど、はい、骨折、あれ痛かった、チーム的にスターが現れたと思います、ね、でおむすびおむすびおむすび握ってよの予行がね、はい、この前ホームラン打ちましたけど、はい、もっと握んだけね、うん、1個だけじゃお腹いっぱいにならないん で、うんうん、でまあ、渡辺、はい、セカンドも連発してますし、はい、まあ、いいところは徐々に上がってきてるんですけど、あと先発がね、はい、やっぱりなかなか、まあ、河野君勝ちましたけど、はい、まあ、有原もねやっと先週初勝利を挙げて、でまあ、外国人2人と、うん、でまあ、噂は、まあ、噂がね、もうちょっと伸びてくれればっていうところありますけど、はい、ちょっと中継ぎに総動員しすぎてるんで、あだからもうまあね、うん、もう全力でっていうところありますけど、やっぱ全体的にはやっぱ物足りないですね、はい、でも今年はね、開幕から中田が元気、うん、だからそういったところでね、あのチーム、ベンチ見てたら、チームの雰囲気はいいんですよ、うん、すごい、はい、だからそこが結果に直結していけば、上がってくる要素はあるんですけど、やっぱ投手陣ですね、投手陣、あとはやっぱエラー、はい、20個。そうですね、だってこのエラーでだいぶ損してるところっていうのがね、だってロッテ楽天からしたら10個も多いから、倍ですよ、いやわ、今楽天日本も27試合で20個してるから、はい、ほぼもう3日に2回エラーしてるから、うん、そういったところでね、やっぱ得点が少ないんだったらミスしないでやっぱしていかなきゃいけないんで、はい、そういったところをね、やっぱ守備から、日本ハムは守備から切り替えて、はい、まだまだこれからですからね、で今最下位オリックス、はい、チーム防御率 4.13、3位、はい、チーム打率2割3分1厘5位で、盗塁数23で2位で、ホームランが24で4位でも得点が92で唯一100点届いてない、おー、でちなみにエラーが21個と一番多いっていうね、あー、そうね、そっかみんな言う、厳しい言い方ですけど、はい、自滅です、だって防御率いいんですよ、だってね、うん、鈴木君都立の星がね頑張ってるし、山本はねいいし、田島はいいし、うん、山岡のね怪我が痛い、めっちゃ痛かったですね、うん、ここは痛いですけど、もういないもんは仕方ない、はい、でも中継ぎでヒギンスはいいし、はい、いいところいっぱいあるんで、ジョーンズ打つし、
吉田正尚がいて、はい、足立は最近上がってきた、大城もここ来て上がってきた、うん、センターが若干足引っ張るけど、はい、はいって言ってんだよ普通に。違う違う、もう流れのように入ってきた。今完璧に俺にあれで引っ張られたね。だってカードに、はい、2年目の太田選手はね、はい、お父さんバッティングピッチャー で、ね、多分日本で一番コントロールいいバッティングピッチャーなんですよ、うんうん、で、ホームラン2発打って力強さもあるし、はい、いいところ、もうオリックスは何回もです、はい、いいチームです。個々の能力はものすごく高い、めちゃくちゃ高いし、いいチーム、はい、でも勝てない。何が原因あれだよね、はい、もうそこまでいかない、俺もバッチ、そこがバッチ、はい、あとエラー多い、自滅、はい、そこがバッチね。まあでもチーム力あるんで、はい、うん、うまく噛み合えばもう上がっていくしかないんで、これミスが本当に全くなくなってったら、うん、グッと、そうそうそう、でもそこだけなんですよ、はい、そこだけ気をつければチーム力が高いんで、だからちょっとハゲいいですね、うん、見てても。そうですね、オリックスが本当台風の目になる可能性十分あるんで、はい、まあ、こう8月ね、うん、夏までどう変わるかっていうところがね、はい、まあ、楽しみですね。でこれがめちゃくちゃその来月になったら順位がガタガタって入れ替わってる可能性だってあるわけですね。十分あるんです。だからこれを前ね、うん、これだからこの1位、この防御率とかね、盗塁とかのこの流れを踏みながら、この順位の上がり下がりがどこに、はい、どこが原因でどこかっていうのをね、うん、まあ、チェックしながらですね、はい、そのチームの今の状況をね、1ヶ月に1回ですけど、はい、総チェックです、はい、今回パ・リーグいいですね、はい、まあ、この順位がね、1ヶ月後どうなってくるのか、うん、まあ、夏にね、はい、まあ、暑くなってきた中でね、選手たちの疲れ、怪我の具合ね見ながら、またやりたいと思います。次、セ・リーグです、はい、お楽しみに。